Oh, I just realized if you click out, it stops making any sound. Thank you. So let's continue. We'll start the stream with a little bit of this. まあ、細かい目撃情報とか載ってたりするから、俺は重宝してるけど。賞金首探す時とかな。賞金首？ What is he using that information for? よし、こうしよう。俺らはお前を信用してないし、命を救ってもらった気もしない。でも、お前がなんで俺しか知らないはずの名前を出してきたのかは気になる。つまり、はい、さよならって返すわけにもいかないってこと。だから、お前がオルテガに雇われたわけじゃないってことがわかるまでは、俺たちに協力してもらう。Are you gonna pay us to work for you? その代わり、引っ越しだかなんだかの件は引き受けてやるよ。I guess you are. それでどうだ。OK、交渉成立ね。You're going... That is not what I wanted to click. 俺は知らないからな。さてと。Limbo reaches for the slip. Ah! I reflexively pull out my wallet. Crap, I don't have money. I don't have the money for it. I lost the bet with Luca this morning, so I had to pay the tab back then. すごく言いにくいんだけど。ん？どうした？ちょっと今手持ちがなくて、そのカードで払ってもいい？ん？ああ、別にこのくらいいいよ。って、いつの間にコーヒー2杯も飲んだんだ？手持ちがないのにコーヒー2杯もね。She blows out a puff of smoke, feigning ignorance. んじゃ、クロ、引き続き警戒頼む。了解。ねえ、さっきから気になってたんだけど、一体誰と話してるの？機密事項だ。I do like the moving backgrounds. That is nice.They brought me to a pretty well-known clinic in town. The biggest cause for its popularity is the very attractive plastic surgeon and beautician running it. ねえ、ここ、あのヘルベチカのクリニックじゃない。なんでここに？そうだな。誰かに暗殺される前にボトックスでもやって綺麗なお顔にしとこうかなって。冗談だって。ユーモアのセンスないの？ユーモアのセンスがあるから笑わなかったの。Oh, burn. Burn. ようこそ。お待ちしてましたよ。へえ、君が。He extends his hand gently and I clasp his hand, my hand in his. あの人気形成外科医のヘルベッチって、What are you doing? Get off me.I take his hand, expecting a handshake, but he instead pulls me closer. ちょっと! He wraps a hand around my waist, brings my hand to his lips, and plants a kiss on the back of my hand. そんなに驚かなくても、ただの挨拶ですよ。まあ今のすごくいい顔でしたけど。He beams at me, pulls my hand closer again, and examines my nails. Hmm. 甘皮も綺麗に処理してあるし、ネイルもヌード系のピンクで上品ですね。それに、その初々しい反応もなかなか。I try to yank my arm back, but he only holds on to me more tightly instead. なんですか? Shu leans against a nearby table and smirks at me.俺は70点くらいかな。シュー、ここは禁煙。硬いこと言うなよ。僕は、そうですね。63点。You're a dick! ちょっと、話してってば！すみません。リンボから怪しい女が一緒に来るって聞いたんで。ちょっと警戒してたんです。僕すごく怖がりなんで。Shy, quote unquote.
That smile of his is so fishy. 君、可愛い形の唇だからコーラル系のピンクのリップの方が似合うと思いますよ。まあ天然のままで十分可愛いけど、どこか手を入れたければ相談に乗ります。Helvetica, a beautician and plastic surgeon that's popular with women. It's my first time meeting him and my impression of him... 第一印象で好感を与えるチャンスは一度しかないって聞いたことないですか？社会評論家のウィル・ロジャースです。人は見かけによらないとよく言いますけど、わざわざそんな言葉を言いたくなるほど、世の中のほとんどは見かけで判断されるし、第一印象の9割は外見なんですよ。で、その第一印象が、私の場合は63点。僕の基準からすると、かなりいい方です。ヘルベツカの60点以上って、なかなかいないもんな。素直に喜べないんだけど。There's that voice again. Who is that? 僕の第一印象はどうです? Creepy as fuck? ヘルベツカの第一印象は?そう。僕に対してどんな印象を持ちました？Oh, you're a dick game. That's right. You won't let me save during this. ちょっとムカつく人だと思った。どうして？だって急にハグするし、手にキスするし、私のことを点数付けするし。いいですね。もう少し点数を上げたくなります。だから点数なんかつけないでよ。でも僕の外見に対しての印象よりも態度の方が気になるってことは、きっと君の好みの外見ではないんでしょうね。ヘルベチカが見た目で振られるなんて珍しいな。僕はタイプですけど。No means maybe. Helvecta brings his face close to mine and whispers that into my ear. The faint scent of cologne makes my heart skip a beat. なるほど。僕のことが好みかどうか以前に、あまり男慣れしてないタイプなのかもしれないですね。ちょっと、やめてってば。困った顔も可愛いですよ。Just calm down. Don't get caught up in his pace. モズはまだ仕事か。もうすぐ来ると思いますよ。モズ、もしかして検視局の？知ってるのか。今朝会ったの。ルカとお茶してた時に仕事のようだとかで。ルカってニューシーグ警察のディアンドレ巡査？そうだけど。世間は狭いですね。待たせた。いや、仕事中に悪いな。昼間はそんなに死体が回ってこないから平気。モズー turns his gaze to me silently. 私、あ、ほら、いい形のくぼみの。I point at my eyes. 覚えてるよ。ところでリンボ、急ぎの要件って何？いや、このお嬢さんが俺が死んだって言うから。リンボ、死んだの？それにしては顔色がいいね。よく喋るし。ああ、死ぬのを防いだらしい。よくわかんねえんだけど、俺が死んで、こいつが時間を遡って、今度はそうならないように阻止した。っていう流れらしい。If I were in his shoes, I wouldn't believe me in a million years either. どういう風に死んだ？どういうって、人混みの中で突然倒れて、近寄ったら胸からすごい血が出てたの。出血量は何 cc くらい？そんなのわからないよ。血だまりの大きさが、I do a large circle.With my hand and Mozu simply nods quietly. 胸からの出血量から考えると、心臓かその周辺の動脈を損傷しているね。
街中で突然倒れて周囲が気づかないってことは、今日サイレンサー付きのハンドガンなら通りすがりに殺せるっちゃ殺せる。人通りが多ければ多いほど楽だ。でも想像から結論は出せない。実際に死体を見せてもらわないと。 Mosu turns his eyes to Limbo's face. いやいやいや、俺実際には死んでないから、そいつがそう言ってるだけだって。そっか。そのお嬢さんの言うことは信じがたいですけど、オルテガから脅迫の電話があったのは事実でしょ。用心するなり先手を打つなりした方がいいんじゃないですか。ねえ、さっきからオルテガって名前が何度も出てるけど、まさかとは思うけど、バンクオブニューシーグの頭取ジョナサン・オルテガのことだったりしないわよね。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。Helvictor smirks. So they don't want to tell me. なあ、お嬢ちゃん。あんたが言うように、リンボは街中で撃たれたんだとして、前から撃たれたのか、背後から撃たれたのか、わかる？わからない。あの時は人がたくさんいて、人と人の間からリンボの背中が見えただけだから。役に立たねえな。リンボが一度死ねばいいんじゃないかな。ああ、何言っちゃってんの？人は一回しか死ねないんだぞ。I mean, technically. そうそう、その通り。一回しか死なない。その女が言ってることが正しいと仮定して、オルテガが殺し屋を雇ったんだったら、狙いはリンボの命だろ。なら、殺しに成功したと思わせてやればいい。そうすれば、オルテガのスキャンダルに殺人教唆も追加だ。でも死んじまった俺はどうなるんだよ。Haunt him? 死んだってことが分かればそれでいいんだろ。なるほど。難しくはない。I don't get it. I raise my hand sheepishly, not sure if it's right for me to be part of this conversation. I feel like there's going to be a decision soon. あの、私いまいち話に追いつけてないんですけど。あんたが忠告してくれた通りに、リンボには死んでもらって、リンボを狙ってくるやつをとっちめるってわけだ。本当に死んじゃったら犯人を見つけたところで意味ないんじゃ。本当に死なせるわけないでしょう。死んだってことが知れ渡ればそれでいい。必要なのは検視報告書とリンボの演技力。殺し屋を雇うときは大抵一人じゃない。オルテガに殺しを受けようと持ちかけて、リンボが死んだ証拠を作ればいい。殺しを職業にしてるような奴は、簡単には計画を変更しない。お嬢ちゃんが言ってることが本当だと仮定してだ。同じ場所、同じ方法でリンボが現れるのを待ってるだろうよ。そこで、俺たちが先にリンボを殺すってことだな。派手にやろうぜ、派手に。特大ニュースだ。あの悪徳弁護士リンボ、ついに暗殺されるってさ。お前らな、楽しんでんじゃねえぞ。死ぬのは俺なんだからな。血のりは僕が用意しますよ。結構リアルなやつ。僕はリンボの検視報告書を用意する。リンボが死んだって公式記録にすればみんな信じるでしょう。皆さん手際がよろしいことで。で、リンボは一回死ぬって話でいいとして、このお嬢ちゃんはどうするんだ。私は何をすれば。あんたはオルテガの手先じゃないってことが分かるまでは監視させてもらう。監視って、私は人助けしただけなのに。さあ、それはどうかな。人は金で動くもんだ。Damn it!正直言って、お金は欲しい。今いろいろ困ってるし。でも、自分の力で稼いだお金が欲しいの。リンボに取材したいって声かけたのだって、彼が街で注目の事件を扱う人気弁護士だからよ。
話題になる記事を書きたい。それだけ。ふーん、正直でいいですね。私としては人助けしたつもりだけど、首を突っ込んだのは自分の責任よ。だからあなたたちが納得してくれるなら、この何、死んだふり作戦が終わるまでは協力する。その代わりリンボ、私のアパートの引っ越しの件はちゃんと引き受けてよね。わかったよ。あ、ちょっと私の携帯。I take out my phone, only for Shu to snatch it out of my hands. 言ったろ、お前のことはまだ信用してない。だからこの件が終わるまでは預かっとく。それで気が済むならどうぞ。I glance at my wristwatch. It's almost time for me to meet Luca and Adam. 私そろそろ行かなくちゃ。友達と飲みに行く約束してるの。まさか、ついてきて監視でもするつもり？ご一緒しても？本当に友達と飲むだけなのに。Did I just stick my neck into something really troublesome? Yeah, you did. やっぱ仕事の後のビールは最高だな。案の定つうか、お約束つうか、いつも通りつうか。アダムは遅刻だけどな。You guys had such a fight if that was a girl, and I can't believe none of you could figure out at first that that was female. So we'll do one more part of this game, and then we'll move on to the next. 一応遅れるって連絡くれたけどね。今じゃアイドルみたいな人気だもん、アダム。ニュースキャスターのはずが、歌手デビューまで。本当人気者ですよね。で、なんでうちらの集まりに男連れなわけ？変な言い方しないで。彼はヘルベチカだろ、知ってるよ。取材させてもらってるだけだから。いろいろとね。そう、いろいろ。ヘルベクタスマックス。でも知りませんでしたよ、あなたがあのアダム・クルイローフと幼馴染だなんて。毎週会ってるんですか？ Wait, who's interviewing him? そう、超忙しくても金曜の夜はここに集まる、それが決まり。大人になるとまたねって言ったっきり、なかなか会わなくなるだろう。私たちも働き始めたらなかなか会えなくなっちゃって、会う努力しなきゃねって。素敵な話ですね。Hello, Victor speaks while fiddling with his phone. ちょっと、人の話ちゃんと聞いてるの？質問したのはそっちでしょ？ Hello, Victor is running a search on Adam. It's weird to think I can look up a friend of mine and find this many photos of him, actually. このアイドルがお友達とはね。ごめん、遅くなったね。遅刻したお前のおごりだからね。いいよ。二人よりもずっと稼いでるし。あお、We're ordering more drinks because of that. たく、それが本当なところが腹立つんだよな。あなたはヘルベチカ？前に番組で会ったよね。ええ、ゲストで呼んでいただいて。ね、今ヘルベチカのこと取材してて、ちょうど打ち合わせの後で一緒に飲もうかってなってさ。そっか。最近調子良さそうだね、仕事。全然だよ。今は記事の方向性で悩んでる。どんなジャンルも挑戦したいとは思ってるけど、自分にしか書けないテーマというか、視点を探してるんだ。かっこいいな、君は。僕なんて局や事務所の意見に振り回されてばっかりだよ。ただのタレント扱い。いいじゃない、人気者でしょ。親友としては鼻が高いぞ。人気なんて一時的なものだよ。エミリー・ディキンソンの言う名声は蜂であるっていうやつ。エミリー何ソン？エミリー・ディキンソン、詩人だよ。そういう例えを持ち出すところがいけすかないんだよ。はーい、お待たせしました。今日のおすすめ、ロブスタービスク。私の自信作よ。
ほら、ペペ、並べてちょうだい。 That... Why does it have a man's voice? Is that a dude or a chick? はい、カルメンさん。自信作つったって、別にカルメンが作ってるわけじゃないだろ？ほんとだ、おいしい！これは僕も好きですね。確かにカルメンさんはお料理が苦手ですけど、美味しいものを探してくるプロフェッショナルですから。でしょ、アレックスったら。もっと褒めてくれてもいいのよ。 It's a guy's voice. It's fucking with me. Is it mama? Is it the skinny mama? Is this our mama for this? Everybody raise hands, we got a mama back!You guys didn't watch AI Somnum, you don't know what that means. 次はどんなお料理にしようか悩んでるんだけど、何かリクエストはあるかしら？リクエストですか？安くて美味しくて量が多いやつがいいです。それ本気で言ってますか？え？本気も本気、その3つが揃ってたら最強じゃん。Okay, he's a plastic surgeon and a beautician. He must be freaking out right now over that idea. Sorry, we got a storm going, so I have to check some internet, my internet connection to make sure it's stable. So one second, folks. What? That error... Gotta go away. 何？なんで笑うの？食べ物の話をしてる時の君は本当に楽しそうだなって。そりゃ食べること大好きだもん。昔からそうだったね。今日も食ったね。 So that's where we'll leave it for today for this. Just a little warm up of the stream.